でその心力行力が強いっていうのはね、今度は本当のご本尊に向かったらものすごい孤独持ちですから、みんなその心力行力の集中力がないからなかなかご利益を感じられないんですね。そういう人いますよ本当にね、あの本気で祈ると本当に何でもバーンって叶うような人、そういう人はやっぱり心力行力がこう集中力強いのね。ただね気をつけないとね、そういう人はまあ大丈夫だと思うんだけど、そういう人って意外とね、あのコテッとやめる場合もあるね。炎の神人って言うんですかね。まあ火の神人っていうかね、やると叶うんだけど、そのテンションがねずーっとこう2年3年5年と続かないタイプが割と多いみたいなんですよ、ね、まあでもね大丈夫ですけどね、私も、ね、安定してるし、最初学会に入った時にはですね、あなたは二条根性が強いねって言われた、うん、すぐに物事をいろいろ知っとると、うん、画剣が強くなるやろってこんなこと言われて、確かに画剣強くなって寝てしまったんですよね。でもよかったんですよあの学会時代にね、あの画剣が強いだろう増上門だって言われたことは、あれは全部勲章です。そりゃそうですよ、あいつらの組織の中から慢心なんて言われたら、かえって検証会でも学会でもその意に沿わないやつがみんな画剣が強いとか慢心が強いとかレッテル貼られるわけだから、うん、いいことなんです。つまり悪しき集団に染まらなかったと、なんかおかしいんじゃないかなってこう思う、その本当の意味の仏法の良心を持ってたってことなんだよ。そうなんだって、うん、俺なんか散々言われたもん、まとえさんは本当に画剣が強いわ、増上満よってでその時はそれへこみますよ、言われなかったって分かってるわいって感じの自分でも自覚取るわっていうくらいの勢いだったけど、今になってみればそのことでその組織悪に染まらなかった、最後の最後までこう持っていかれなかったんですから、やっぱりおかしいって言えるっていうね、その人は真の勇者だったってことよ今になってみれば。だから今学会でも検証会はあまりにもまあ教育が統一されちゃってるからさ、何とかも言えないけど、今の創価学会にねこのぬくぬくとして残ってる人たちっていうのは結局ね、人よく言えば人は良すぎる、悪く言えばね自分の意思はなかったんだよね、いいとか悪いとかってことはきっちり自分の頭で判断しないで、なんとなく流れに沿ってぼやーっとこう来ちゃったら、いつの間にか染められきっちゃったっていう。だから少しでもって自分の頭で善悪を考える頭があった人たちだったらもうとっくの昔にやめてますよ。もう今の学会なんかいられっこないな、20年かけて180度違うことを、もう本当に全く違うことを今言ってるんだからね。検証会すら今ね乗り込まれてるじゃん。検証会員がみんな階段の温存を否定した大応募つってチラシ持って学会委託を攻め込んでるわけですよ。まあ目くそ鼻くそだけども検証会に言われたくねえよって感じだけども、まあしかしそのくらいレベルが落っちゃった。そうか、創価が最後のその皮一枚を手放したと、ね、階段の温存っていうその素直を、検証会って今にどっかでそれやらなきゃいけない時が来るはずなんだよね。だって永久に階段の温存様の大元に行けない集団なんだから、だから今一生懸命それをごまかしてるだけさ、高専ルフは近いとか、高専ルフが達成したら検証会は解散して、そして階段の温存の大元に集うんだとか。そう言ってるけど6000万人なんか検証会になってさ、入るわけがないじゃん、ここに3年や10年やそこらの間に。びっくりしました、6000万って言われたねえ、まあ、でもあれだってさ、元を正せばその神一人より死も万民まで一国が全員入らなきゃいけないって話だったんだよね。それがいつの間にか6000万って縮小したらって言ったんですよ。あ、ごめんなさいね。それでその流れの中でもうまたはい、シカッと C の4番。